あの顔は知っている。中学の時、母さんに一度だけ海に行こうかと誘われたことがある。その時の経済状況を考えると、そんな余裕があるように見えなかったし、お母さんに無理をして休みを取らせるのは嫌だった。あの時の顔だ。少し困ったような顔。今日は海に来ました。ユータ、走っちゃダメだよ。やってる？遊ぼう。暖かいな。涼しい風に当たりながら、体の内側だけがポカポカ。ふーと息を吐いたら、なんだか軽くなった。体も頭も。ずっと考えてたの。プールに行ってもいいよ。